こんにちは、エバとたけしです。今回は、お前は八方美人だと責められたら、まあね、と答えるというテーマでお話ししていきたいと思います。人間はイライラすると攻撃的になります。なので、自分の周りに不機嫌な人がいると、攻撃されたらどうしようと不安になります。常に不機嫌な人が身近にいると、常に攻撃されるかもしれないと恐れを感じるようになります。常に攻撃されないように気をつけなくてはいけないと警戒するようになります。そのような緊張状態に耐えられなくなると、相手の機嫌を取るようになります。相手の機嫌を良くすることで、相手の攻撃性を鎮めようと考えるようになります。自分の所属するグループの中に、複数の不機嫌な人がいると、他人の機嫌を取ることに忙しくなります。他人の機嫌を取るために、コロコロと態度を変えるようになります。この人にはこういう対応をしよう。この人にはこういうことを言っておこう。と人によって態度を変えるようになります。不機嫌な人の多いグループの中で、人によって対応の仕方を変えていると、そんなあなたのことを、気に入らないと思う人が現れます。お前には一貫性がない。お前は八方美人だと攻撃されることがあります。そのような人が攻撃してくるのは、なんだ、お前はみんなのことを褒めていたのか。俺のことだけ褒めているのかと思っていたよ。がっかりしたぜ、と思っているからです。そのような人の中には、お前は人によって意見を変える最低の人間だ。お前は人に合わせてばかりのダメな人間だと激しく攻撃してくる人がいたりします。そのような人が激しく怒る理由は、俺のことだけ褒めてくれよ。俺のことだけ見といてくれよ。という強い独占欲があるからです。八方美人のお前はダメな人間だと執拗に攻撃してくるのは、その人の中に、お前がみんなの機嫌を取っていたら、俺が嫉妬するじゃないか。という思いがあるからです。八方美人というのは、常にイライラしている人から攻撃されないためのスキルです。八方美人というのは、不機嫌な人から自分を守るための技術です。なので、自分の八方美人なところが嫌いなんですと思う必要はありません。八方美人とは、他人から悪く思われないために、要領よく人と付き合うことができるという能力です。なので、不機嫌な人がいる中でうまく立ち回ることができる自分を誇りに思ってほしいと思います。お前は八方美人だと責められた時は、それはあなたが自分で自分の機嫌を取ることができないからでしょ。あなたたちがいつもイライラしているから、あなたたちに合わせてあげているんでしょ、と思いましょう。八方美人の自分はダメなんだと考える必要はありません。お前はみんなにいい顔をしているダメなやつだと攻撃されたら、あなたは自分だけ褒められたいんでしょ？自分以外の人が褒められていると嫉妬しちゃうんでしょ？と考えて笑ってしまいましょう。ということで、他人のイライラを敏感に察知することができる。不機嫌な人の緊張を解くことができる。人によって対応の仕方を変えることができる。その人にとってベストな対応を選ぶことができるというのは素晴らしい能力だということを忘れないでほしいと思います。私には八方美人という素晴らしいスキルがあるから、これまで自分を守ることができたんだと自分に誇りを持っていきましょう。私は八方美人は短所ではないということを知っています。私には人に合わせることができるという能力があります。私には人によって対応の仕方を変えることができるというスキルがあります。私には人によってベストな対応を選ぶことができるという技術があります。私には不機嫌な人の緊張を解くことができるという能力があります。
私は八方美人というのは不機嫌な人から自分を守るための大切な能力ということを知っています。私は八方美人は嫌うべき欠点ではないということを知っています。私は自分の性格を肯定します。私はこの自分の性格があるからこれまで自分を守ることができているということを知っています。私はこれまで自分を守ってくれた自分の性格に感謝します。